タクさん過去一謎サムネだけど大丈夫ですか今これで大丈夫トシ様トシ様似てるこれ誰ですかあなた俺も誰だか分かってないのにはい私でーすアンパンマンミュージアム行ってきたねどこにあるの？アンパンマンミュージアムやっと行きました。違うんです。え？変わったんです。横浜普通に横浜。横浜の横浜？横浜も横浜だったっけ？ちょっと忘れちゃった。あれ俺サムネ携帯どこ行ったっけ？あのいや移転したらしいんですよ。俺も詳しく知らないんだけど。どこに？知らないです。あどこに今のじゃ。え今 OK の前にあった？超でかいビル群の中に一個ボンってあるの。でまだ周り工事してる区画新区画なんだって。あじゃあ違うかも。なんか移転したっていうの聞いたのよ。オーケーの場合ってオーケーってどこなの？スーパースーパー。横浜にオーケーがあんの？そうそうあんのよ。え？オーケーは横浜？そうそうそう。あのなんか高層ビルみたいななんかなんつだっけあの横浜駅タワマン横浜駅かわかんない。まあ、タワマンがバババンってあるところにドーンってあるの。ええー。めっちゃでかい。シノナジャックで。でっかいアンパンマンがいる。あ、入り口にいたらしい。だからやっぱそうだよ。そう、なんか新しい、すっごい綺麗だったから。時代と違う。なんか新しくなったらしいなと。へぇそう、で初めて行って、アンパンマンミュージアムが。誰が好きなの、アンパンマン。下の子が好きなの。あお兄ちゃんはトミカが好きなの。あでその前の前の日にトミカ博行ったのよ。トミカ博も初めて行って。ああ、行った。そうそう、トミカ行った。行った。2回ぐらい行ったな。うん、トミカ博ってのやってんのよ。その期間限定で。そうそうそうそのイベント会場みたいなところで横浜とかでやってたりするよね。そうそうそう。でそのトミカ好きになったでじゃあトミカ博行こうねってなったらコロナでトミカ博がずっとやってなかったな。かわいそうじゃん。そうで2年越し3年越しぐらいで、ね、初めて今年の夏開催復活やったーって行ってきました。でその次の日、はい、アンパンマンミュージアム、それは下の子が好きだから、お兄ちゃんはこっちで、夏休みどっちも連れてってやろうと思って、でトミカ博行って、まあ、やっぱお兄ちゃん楽しそうにしてた、はい、まあ、下の子もそれなりに楽しい、はい、でアンパンマンミュージアム行きました、その次の日、はい、で下のために行ったんだけど、はい、もうお兄ちゃん超楽しそうだった、トミカ博より楽しそう、なんでなんで、やっぱすごいって思った俺アンパンマンって。何食べれるの実際に？食べれるよ。え？食べた食べたアンパンマンの並んで。めっちゃ並んで並ぶんだ。で、ジーバと言ったあ僕の方のジーバと言ったあだから6人かな、はい、そうそうで、車で連れてってもらって行って、いや、すごいよやっぱね、子供が楽しむポイントをもうキュンってしてるそんなのなんかもうこう、まあ分かりやすく言うとどういうことなんだろうなキャバクラみたいななんでなんで子供が楽しめるものが子供版キャバクラ子供版キャバクラみたいなお酒が飲めるお酒が飲めるアンパンマンミュージアムどうしたどうしたドキンジャー一人ついてくれてみたいなドキンジャー一人なんでそれチェンジとかあんだよ横についていいから、まあ、キャバクラだなんでなんでなんでガレズバはこうゴシみたいなゴシでじゃねえおさわりはおさわりは NG おさわりは NG だけど NG でじゃないなんで子供版風俗になって最悪だよなんでそれちげえわそういうとこじゃないんだそういうとこじゃないよいやまあはいまず1階がお土産屋さんプラスなんかこのポップコーン屋さんソフトクリーム屋さんとかあのまあフードコートみたいなああいいじゃんでお土産屋さんでいろんなブランドなんかドキンチョンブランドのなんか女の子が着るような服とかでアパレルとかおもちゃとかもうアンパンマンでまず1階がもう商業施設まずでそこに写真撮れたりとか、うん、あと子供が何このガチャガチャすんごいでっかいガチャガチャで、うん、ボールがウェイウェイとかなんかやったりとかあ、まあ、いろんなアミューズメントもありつつの、はいはいはい、まあそうショッピングモールまず1階がドーンと出てて、で写真も撮れますみたいな、で1枚いくらですとかでスマホでも撮れるしみたいなまずそこがもう無料でそこ行くだけで楽しい無料それいや無料っていうかその入場ね入場ねそんなそのショッピングとかほら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 ないじゃねえよそんなけアンパンマンだからねえじゃねえなんでも食べたいもの食べていいよじゃないさすがにお金とかないさすがに潰れますお金ないんだっけさすがに潰れますなかった気がするアンパンマンせっかくお金ないとかじゃなくてそういうことじゃないそれは潰れるだろさすがにそういうことじゃないまあまあそうでその横にあの要はさっき言ったそのアンパンマンのアンパンメロンパンなちゃんのメロンパンあでだからバイキンマンのパンとかいろいろなんかいろんなパンパン屋さん並ぶの、だから結構だからバーバとかがそこ並んでくれて我々が遊んでる間にパン買ってきてくれてみたいなだからその、あの何親子3代で行ったらすごいすごかったよかったで子供って待てないから、
うん、遊ばせてる間にそのジーバがそう買ってくれてみたいな。でまず1階がそれなんだけど、うん、2階から3階がやっぱメインの、ミュージアムなの。そこは入場料、そこは入場料だから、あの事前チケット。やっぱ現地だともう当日はほとんどもう売り切れ売り切れ。まあでもあれだからもうお盆あたりに行ったから、あじゃあ、まあ、もちろん混んでて、そう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 、まあ間違いない。でまあチケット事前予約して行ってて、うんうん、で中入ったらもうずーっと動いてた、もう楽しくて。ジーバは？ジーバだ。なんでうちのジーバ止めた方がいい。いやちょっと心配だろ。そうなんか動いてる。心配だよ。ジーバじゃないよ。ジーバじゃない。やばいだよジーバ。じわじわ来ちゃった。じわじわ来ちゃった。やばいだろ。うちのジーバじわじわ来ちゃった今。うちのジーバがんなわけないでしょうが。そうだからそのもう子供たちが。もうだから何上は並ばなくていいのよ。いやもうなんかボタンがいっぱいあります、アンパンマン号の中入れてボタンがめっちゃあってなんか押したらなんとかパーシみたいな、ジャムおじさんがどっか押したらジャムおじさん喋ったりとか、でなんかボタン押したらバーって開いていきなりなんかあのドリアン女王みたいなのがいて、うわーみたいな、うわーみたいな、なんか本当だからもう自由に何でも遊べますみたいな。もう、ああもうあそこ楽しそうでしょうがなって、一番楽しそうだった、今まで行った施設で、だってトミカスケのお兄ちゃんがトミカークより楽しそうでしたから。確かにトミカークはね、そういう感じじゃないもんね。そうあの、うん、見て、トミカがあるわ、わーっていう感じ。すごい混んでるしね。そう、すごい混んでるし、うん、アミューズメントもね、まあその、要は常設施設じゃないから、うん、アンパンミュージアムもとか、建物とかが中にあって、ね、アンパンマンたちのその建物があって、で、なんかドーナツとかこんなでっかいのとかこう遊べるよみたいな。はいはいはい、はい、で、かき氷があって、かき氷がこう、シャリシャリシャリってできるよ、なんかそういうのね。本物じゃん、本物じゃん、本物じゃん。あ、偽物よ、それ。それ偽物だよ、それ。どういうもん？だ、偽物だよ、それ。言うの？そう言わん、偽物ですけど。言わない。これ偽物ですって言わない。言うわけないじゃん。いや、音がなんだよ、かき氷機の。シャリシャリってなって、あそういうことで、そのなんかアンパンマン型のかき氷でイチゴボタン押したらピンクに光って、あ、オレンジボタン押したらオレンジに光ってとか、あそういうことか。もうだからそういうのがもう無限にあるみたいな。いや無限は思った逆だ、子供たちが全部回れるくらいの広さで、だから広すぎない。大人だったらさすがに狭いかなって思うんだけど、あ、そうなんだ。子供にとってはもう全部遊べて、ジジババにとってはジジババにとってはそれをワイワイをしないから狭ってた狭ってたうちのジジバどうしたすげえに疲れてるじゃん大人の世界ですさんでるじゃん、ワイワイ言わないうちのジジバ。たかしさんのジーバじゃないよね。だからたかしさんのジーバ。あ、たかしさんのも。たかしさんジーバ。ああ、じゃあ結構もう。ママシさんジーバじゃなくて。で、会ったことあるでしょ、一回。うち来た時にバーバが。え？あれ、うちだって来たじゃん、前実家。言うのないの？うちの実家に。だっけ？あの、なんかラジオの時、ピタラジカなんかで一回来たじゃん。あれか？ああ、あるよ。お母さんってことだよね。うちのお母さん。あ、お母さんってことだよ。だから俺のお母さんって。いや、そりゃそうだろ。いや、そして、なんでそんな。なんで上の上連れてくるの？あの時行ったんだっけ？すげえもん。俺の母親と、ね、あれよく行けたね、そういえばね、すごいね、あれなんで行けたんだっけね、 K さんが連絡先知ってたの、なんとか知ってるんだけど、なんかあのラジオでね、うん、前のラジオ企画でやって、そう考えた、そうそう、行動力あった時だから、あのそうよ、だから俺の両親だからね、うん、で一緒に来て、そうで、その遊んでる間にフードコート並んでくれて、で並んでる間にでもう一番前にそのアンパンマン工場があるのよ、あのよ、あんじゃん、はいはいはい、アンパンマン工場で、うん、そこ入ったら本当にかまどがあって、かまどの中に、まあ、そのアンパンマンが焼かれててとか、で、あとこの表現は良くない、アンパンマン違う、アンパンマンの顔、アンパン怖い違う、アンパンマンがこうあんのよ、顔が、このかまどの中 でその外ではこのボールをこうこねこねできたりとか、でそれこのなんかあれよ、偽物だよ、偽物って言って偽物だよ、夢が壊れるけど、まあ、アンパンマンのアンパンも偽物だからね、まあまあ、そ, もうそもそもそれ全部偽物最低だわ、この大人この大人やばいやばい、いい偽物だよね、でもいい偽物とかない、いい偽物とかないんだけど、だからそれあとなんかこの机にこのなんかコネコネできるこのパンの生地みたいななんかもっちりしたこのクッションみたいなのが埋まってて、そうなんだ、子供はもうその楽しいじゃん、そうそう、でアンパンマンの丘があって、その丘の上にその工場があって、でそこがステージになってんだよ、
で、時間帯によってバンバンバンとかこう出てきてみたいなみたいな、なんかあった、そういうの。そうそうそう、で、今一番いいのが夏だから、その階がもう何この段差なしでベランダが開放されてて、そこがもう水遊びになってる。あーいいね、水がピューって出たりとか。あーいいね、あのアンパンマンじゃない、バイキンマンのあの目がバーンって水出たりとか、あとなんかこのバケツがジャーッ、よくあるね、いいね、ジャーッ、もう楽しそう楽しそう、もうびっちょびちょになって、もう着替え持ってってたから、それあるのかって、だからずっと一日楽しそうだった。へえ、その後フードコート行って食べてみたいな。すげえ、もっとすぐ終わるかなと思ったらもうずっと遊んでたね、一日中。すごいな、めちゃめちゃ楽しかった。その水遊びがやっぱ一番盛り上がる。水遊び、まあでもほんとそのくらいのテンションだよね、やっぱね。確かに、やっぱ子供水好きだからね。水好きね、ジジバーも好き。ジジバーはしないバシャーやっちゃいけないわけじゃないでしょ。やっちゃいけないわけじゃないよ、そりゃやっちゃいけないわけじゃないけど、子供に混ざってうちのジジバーって心配するからさすがに。まあ言うても油断して、やってほしかった。俺やりたかったけど、さすがにね。えいや、さすがに動画回んなきゃやんないタイプ。ちびっこいんだから、 YouTube 動画回ってみたから。これじゃあ大人もやってもいいの？やってもいいけどよ。ああ、そうなんだ。浮くに浮くよ、そりゃそんな子供たちキャッキャしてる中で大人が鉢合わせをしてる呼ばれるよ、多分かかる子供の場所でしょ。ただ油断したママシさんが子供連れてたら、バイキンマンのドッカーって大砲にバッシャーって言われて、やばい、つってーって帰りに濡れながら帰ってたよ。さすがに大人着替え持っててなかったから。そうだ、ね、まあ暑いからでもね、すぐ乾いてから。フードコートでもなんか食べて、ハンバーガーとか食べて。へえ、1日遊べんだ。1日遊べと思ったよ。もっと午前中っていうか、何、もうお昼食べたら帰るかなと思ったから全然。え、もう一周できるの？一周行ったら、あの、まあ要は2回以上行くには結局再入場のチケットで、そのチケット見せなきゃいけないけど、だからちょっとここは1回その受付っていうか手続きなきゃいけないけど、だから結局午前中から午後1ぐらいは上で遊んで、で下でご飯食べて、でそこで結局まあ、夕方までいないか、手前ぐらいまで行って。へえ、まあ、水遊びは1回なんだ。水遊びは2回、だからそのチケットだけ入れない。そうですね。ああいいね、すごいよ。すげえな。マイナーキャラもいるんですか？マイナーキャラいたんじゃないかな。ちょっともう子供から目を離さないで、もういっぱいいっぱいだったから。タビちゃんの候補にいる？行きたいよね。なんか動画撮れないし、水遊びのとこでキャッキャッするな、一応ね、おじさんが、うん、念のため。行ってみたいよね。念のためね。いや、念のためねじゃないいくらすんの？ね、全員いくらすんの？そんな話こんな寝ながら次もしねえで、ケツかきながら、いくらすんの？最低いくらすんの？こっちはねえよ。大体それでこれ旦那さんとかでこう、ね、奥さんが行きたいんだけど、いくらすんの？危ないぞ、ね、コスパ悪くないみたいな言いそう。あの、マジで普通そういうとこっていうかね、その施設ってさ、はい、3歳以下、3歳未満無料だったりするじゃん。あ、ね、じゃないです、もう1歳から同じ料金なんですよ。確かにね、しょうがないよね。で、これはそうだからね。そう、確かに。で、1人2600円。あ、でもまあ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 普通の通りに比べて安いよね。安いね。で、まあだから6人だから、まあそんなもんだよね。まあまあまあ、でもね、そうだよね。今にしては安いですもんね。そうしたらもう関西の方にもあるよね、神戸やかどっかに。あ、あるね。行きたくなっちゃうんじゃないな。ちょっと本当に行かせてみたいと思った。そっちもある。そう、何個もあるんだよ。あ、そう、同じじゃないんだな。そう、横浜だけじゃなくて、分からない、どういう建物があるか分かんないけど、行きたくなっちゃうんじゃないな。いや、でも本当そのぐらい良かった。アンパンマンね、短いからね、好きな期間割とね。あ、そう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 、話しちゃうんでね、早く。そうだ、俺好きな期間なかったもん。あ、なかった。本当？アンパンマン、一回見たことないこと。ええ。あ、そうなの。うん、本当？もう今もう下の子がもうアンパンマン、アンパンマンね。すごいのよ、本当に。アンパンマン見る、アンパンマン見る。不思議だよね。もうあの年代絶対刺さっていく。好きなんだよね。みんな刺さる。いや、だからすごいと思った、アンパンマンって。確かに。あれだってあんなに子供が夢中になってね。なんだろうね。いや、あれはすごかったね。でその中でそのショーをさ、まあ見るか見ないか悩んだんだけど。見たいよね。まあでも多分見れないのよ。大人は見せたいとは思うんだけど、多分別にもう今もう遊んでたいから。ああ、そうか。だからまあいいかなと思って。で、水遊びのとこから、結局、立ち見で見れるんだよ、それが。はいはいはい。さっき言ったアンパンマン工事を、で、ここなんかステージとか、ラインがこうあって、このパレードみたいにこの、それを囲んで客席がこうできるから。そっちのこっちに、
水遊びだったの。あ、じゃあまあ遊びながらでいいやと思って、でまあ遊ばせながらでびしょびしょになりながら、あ、来たよ来たよアンパンマンって言って、うん、でアンパンマンの曲とかがめっちゃ流れたと思ったら、めちゃめちゃクラブミュージックみたいな、ドンドンドンアンパンマンのドンドンドンアンパンマンのドンドンドンみたいな思いのほかもっと縦の椅子のこと分かんないけど、どういう通りしてるか分かんないみたいな、なんだそれ、なんか僕らはみんな生きているが、僕らはみんな生きているみたいな、ドン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 みたいな、なんか子供が踊れる、そうそうそう、あ、これクラブアレンジ、手のひらを太陽にのクラブアレンジ、あれはあの柳瀬先生の歌詞じゃん、あれ、あ、そうなんだ、あれ、そう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 、あれ柳瀬先生の、手のひらを太陽にの、あれ柳瀬先生の歌詞で、それバイキンマンで歌うの、バイキンマン、バカはみんな生きてる、バイキン側がそれ歌うって、それは今興味持たないんだ子供は、うん、そんな、まあ見てはいたけど、やっぱ水がやっぱ音楽もやっぱこう音乗りできればいいか子供は見るとかじゃなくて音乗りあんましない、音を楽しむ、音を楽しむそんな音楽好きの音楽好きのなんかこの耳で楽しむそこまでいさまだ育ってない、さすがに一緒にいいな、よかったいいね、あれはね、いや、よかったね、なんか過去一だった気がするな、楽しそうになった、また行けばいいじゃんね、それ来た、それ超えるもの見つけたいね、見つけたいね、ぜひアンパンマンミュージアム超えるもの、超えるサンリオはあんまなんかな、まだあー、好きだったらね、下の子とかはもうちょっと女の子だったら好きだけど、まだまあアンパンマンだから、もうちょっとしたらその女の子的な、そのね、今日だと水遊びだね、ヒントはね、水が好きだね、水遊びで今度攻めたらいいのかもしれないね、いや好きなんですよね、そう、徹底的にさ、もうね、だからその可愛い行くよ、来週、あー、うん、だからそれと気をつけなきゃいけないね、子供が平気な可愛いに行くっていうか、可愛いね、そうそう、いいね、自然のいろいろそういうのさ、あー、自然に触れさせて、遊ばせてたいから、あー、いいね、いやー、よかったね、可愛い、かわいく楽しいっすか、かわいい、でもね、かわいね、やっぱ難しいよね、あ、むずいんだ、むずいっていうのはいい、面白い、まあ、怖いは怖いからね、やっぱああいうさ、水遊びの場ってさ、うん、当たり前だけど子供を楽しませるために作ってるじゃん、あー、そのアンパンマンとかね、アンパンとかも、あと他の水遊びの場所、はいはいはい、プールでもそうだけど、子供ね、うん、子供が楽しそうだよねって言うが、そうって、はいはい、ピューって急にさ、ね、びっくりピャーってした感じだね、だそういうのがないから、あ、なるほどね、ちょっとやっぱね、なんか比べた時に、あ、飽きるか、それをどう、だから大人が付き合って遊ばせられるかが鍵になっちゃう、なるなる、高橋さん次第、俺、川マスターだから言ってる、川マスター、川マスターだから川遊び、中学校の時やることなさすぎて毎日川行ってて、で台風の次の日でも行ってたから結構危ない、でも、もう泳げたからっていうのもあったし、だってそこで行ってその釣り竿を棒から棒をまず見つけて糸と針買っていくのよ、でそれつけて、で川にこう虫いるんだけど、こうやって、うん、薄葉かけるの幼虫がいて、こういうやつこれをつけてこうやってやると魚釣れるのよ、でそれを焼いて食ってたりしてる、川マスター、それやんの、やんないよ、キャニオニングだっけ、なんだあのね、山こう落ちるやつみたいな、はいはいはい、そこでやんの泳げない、泳げない、なんか流行ってるね、今、はい、怖いよね、やったことやったことある、これ、それ、ね、怖いわ、ボートやってその後その高いところから飛び込むみたいな、危なそうだよね、まあやってみたい、やんない、やんないよ、まだ早い、まだ危ないんじゃない、まだ危ない、そりゃそうだよ、まだ危ない、まったいない、ね、やめさせた方がいいよね、まだ危ないですよね、そうだよ、やんないで、やんないで、やんないで、やんないって、やんないってば、そりゃ大丈夫だ ね、川はほんと好きだよ、どこが危ないとか、多分、まあ、だから基本危ないの知ってるから、川マスターはいないでしょ、川マスターだった、川マスターですか、よかったじゃん、よかった、そうよ、よかったじゃんどういうまとめ方はい、はい、というアンパンマンミュージアム行ってきた動画でした、すごい、あ、君だから連れてけばいいじゃん、めいっ子さん、ん、なんで、うわ、なんだよ、完全拒否、完全拒否やん、で金ぶっ飛ぶけどね何でも買ってあげたくなっちゃう、いやいや大変だよ、もういいんだよ今、多分あれだよ、なんだっけ、隅っこ暮らしで大丈夫です、あー隅っこ暮らし好きだよね、隅っこ暮らしってあんの、テーマパーク、いや知らない、ないか、そうショップぐらいしかないか、ポップストアとかそういうのあるかもしれないけど、でも好きだね、最近マリオやってるらしいよ、マリオ、ゲーム、うん、やってんのもう、うん、早いね、ゴンはやってるし、すごい、できん、
まあ、わかんないけど、適当に。すごいね。マリオ、マリオやってる。俺、あれ買ってあげましたね、一個に。前言ったか、あのマリオカートのやつ。あ、室内でやる。室内でやる。面白い。面白かった、見てるんだけど。結構広めにやんなきゃできないでしょ、あれも。できない。でもこの家とかも全然できるよ。いいじゃん。でもバーンってコースアウトしないの、あれ。するからむずいのよ。あーむずいだから結構むずい。あ、ちょっとコースアウトしないように。ラジコンみたいなことあるからね。結構ちゃんと走るの。え、ほんとに走んの。ここに走ってんの。え、で、カメラがついてだけど。 VR じゃなくて。あ、でもん VR って VR。 え、それ本当の車も走ってんの。そう、いや、ラジコン、ラジコン。あー、で、それカメラついてて、こういうのがあって、こういうこのゲートみたいなのがあるんだよね。そう、で、これを室内に置いてコースを作って、よし、ゴーっつって、本当にこのラジコンでやるんですよ。でも、中にゲームの画面にはあれが出てくるの、そのアイテムとか。そうそうそう。で、キノコ取ったらこっちも速くなった。え、それって例えばじゃあ家を変えたら全然コースが変わる。コース変えられないの。だから、そのこれを、これ次第、これ次第、これそれいいじゃん。はい、それじゃあ他のどっか持っていったらできる、できる、できる、できるよ。できる、でもカメラはその室内の映像がこう映ってるから、画面には不思議。すごい不思議。面白いよね。あれやってみたいんだよな。すごいんだよ。へー、面白そう、興味ある。それ好きそうだよね。スイッチあるな。ね、なんで、そうか。いや、この楽しいだろうと思うけどね。楽しいんだけどね。あ、部屋、部屋汚いってなるよね。じゃあ部屋汚いと無理だね。子供はいるとね。まあ、そうだね。大変なんだよね、部屋がね。でも綺麗に住んじゃ逆にコースにしなきゃいけないから。あ、そうなんだ。片付けだってゴミあったら動かないわけだからね。そうだよね。使っちゃってね。逆に片付けんじゃん。もうか、相棒じゃねえや。相棒マジだ。はい、掃除ロボ。ルンバ。ルンバ。アイボ、懐かしい。犬のやつね。懐かしい。ロボット。アイボ。まあ、一緒か。面白い。はい。いや、おすすめでしたね。同世代のいる人は、ね。30代の皆さん。30代じゃない。30代わかんないけど。30代でも好きなのね。お子さんが。お子さんが。あ、でも大人も確かに、その可愛くてめっちゃ楽しかったから。デザイン何一つとっても可愛かったから。いや、もう、最高でしたね。はい、おすすめです。どういう終わりか分かんないけど。僕たち、お願いします、海賊団と申します。